はい、今回高松大会で、金本さんと、戦うことになりまして、まあ、正直な気持ち待ってましたと、やっと来たなと、正直本当にカードを聞いた時はすごく興奮してちょっとガッツポーズしてしまいました。本当にこれはかなり嬉しいですね。自分の中でも今年1年の中で一番嬉しい知らせだと思います。本当に、金本さんはぶっちゃけた話、金本さんが新日本時代とかあんま僕は正直プロレス見てなかったんでわからないんですけど、よくお客さんや周りの人たちも若い時のやっぱり金本さんに僕がすごくタイプ的に似ているっていうことを聞いていまして、まあいろんな、動画とか試合内容とかも見せてもらってて、やっぱりなんか共通するというか感じるものがありまして、はい、やっぱり僕もなんかこうイケイケのラフファイトこう激しい喧嘩スタイルな試合を身上に試合をしているんで、やっぱり金本さんみたいな人はやっぱすごく魅力的ですし、はい、だからすごく当日やるのが楽しみですね。はい、まあなんですかね、新旧喧嘩対決っていうふうに自分では銘打って、はい、お古い方々にはそろそろまあ老後のことを考えていただいて、はい、新しい喧嘩屋として僕がこれからのトンパチな戦いを見せていければなと思ってるんで、はい、金本さんを踏み台にして僕が新しい時代の喧嘩屋になろうと思ってます。最近の金本さんの試合っていうのは、ああ正直見てないです。僕が見てたのもいつぐらいですかね。それこそ新日本に最後の頃いた頃の試合しか見てないんで、はい、分からないというか、はい、最近の金本さんの試合見てないんですけど、やっぱりその前の試合つい最近、それこそうちの佐々木義久さんとシングルをやった時の試合を見たんですけど、はい、やっぱりもうなんか上から潰すじゃないですけど、もう喧嘩スタイルが僕の中で続々と響いて、はい、だから当日タッグマッチ、向こうのパートナーが岡林でしたっけ、で僕こっちは川上ですけど、僕は多分その当日、お客さんも、対戦相手もパートナーも見えてません。一人しか見てない、一人しか多分見れないと思うんで、はい、全力で金本浩二に先に顔面押収してやろうかと思ってます。はい、お願いします。はい、10月、来月ですね、7番勝負、佐々木選手と、新木場で決まりました。まあ、7番勝負第3戦ということです。まあ、今回は、まあ、デスマッチ7番勝負で、僕のね、課題として、爪痕を残そうと。で、何かしらやっぱり残していかなきゃいけないっていうのはあると思います。で、このデスマッチね、7番勝負を機に、もっともっと成長してね、上を目指そうと思ってます。で、その後も、すぐ勇選手と、対戦あります。で、この短いスパンにシングルマッチっていうのは初めてのことなので、いや、すごく楽しみですし、佐々木選手は剣山デスマッチが決まりまして、剣山っていうのを僕はアイテムとして使ったことないんでね、今どうやって使ってやろうと、どうやって剣山使ってね、佐々木隆選手をいたぶってやろうかと、今考えてる最中です。で、やっぱり7番勝負やってて、お客さんはきっともしかしたらね、ほとんどの人が7番勝負全部負けてやるんじゃないかってね、まあ俺が全部負けてしまうんだろうって思ってるお客さんが多分ほとんどだと思います、正直。でも、まあそれで僕は全然いいと思います、ね、で、それで7番勝負でね、倒してお客さんに、どうだ参ったかと、ドヤ顔でね、帰ってやるっていうね、つもりでいますんでね、ぜひぜひ楽しみにしていてください。はい、その持ってきた袋は一体何？あ、これですか。これはですね、佐々木選手と、剣山デスマッチが決まったってことでですね、ちょっと剣山をですね、僕が厳選して買ってきました。ちょっとね、結構いっぱいあるんでね、これ全部僕が厳選してね、買ってきました。ちょっとね、なけなしのお金なんで、後でね、請求書は大日本さんにちょっと送ろうかなと思ってますけども、これでね、佐々木選手の頭
頭でも背中でもぶっ刺して倒してやろうと思ってます。剣山初挑戦ということなんですけども、はい、何か作戦とか戦略というものは。そうですね、基本的に僕は作戦とか戦略とか、まあ、そういうねことは決めずに、僕は真っ向勝負でぶつかってやろうと思ってます。やっぱり真っ向勝負でぶつかって勝つことにね意味があると僕は思ってますし、いや僕のやっぱりそのデスマッチキャリアにしても、ね、レスラーのとしてのねキャリアにしてもね、まだまだ若いんで、そんな作戦とか考えてる場合ではないんじゃないかなって思ってまして、やっぱり、正面からぶつかって相手を倒してやろうと思ってます。